そんな想像をしてしまうね、私としては。ちょっと、やだ。どうかな、シン君。警察でそんなことを聞かれはしなかったか？ああ、そういえば聞かれたような。なるほどね、そういう意味でしたか。こら、分かってたんでしょ。もう一つ付け加えさせてもらえば、もし犯人と呼べる人物が実在したとしても計画的犯行とは考えにくい。血の跡をごまかそうという努力が全く見られなかったからね。なるほど、貴重な発見ありがとうございました。ま、君の無実は証明できていないわけだけどね。そうですね、ま、いきなりは無理でしょう。君のグループは崖の上を見に行ってたんだよね。あの、うちは特に何も。滑り落ちた跡を見つけて先輩の記憶と間違いないことを確認しましたけど、それだけです。とりあえずシン君と彼女の仲は良さそうだなってことなら分かったよ。私とオーナーのグループも特に何もありませんが、面倒になってすぐ帰ってきました。で、サワとトーマは？あの、それがね。何か見つけたんですか？俺たちはあの日別行動だったから、お互いどの辺を歩いたか思い出しながらうろうろしてたんだけどね。現場から結構離れた場所ですごいもん見つけたよ。これ見て、デジカメの画像。チテガタか。そう見えるよな、やっぱそこら中にベタベタついてた。こいつの血かな。その可能性が高いな。そうじゃないとしたら、この近くで大出血した人間がもう一人いることになる。あと同じ場所に辺りを歩き回ってたっぽい足跡も見つけた。こっちの画像な。もうかなり摩耗してるし、同じとこを何度も踏んでるから靴の特定は難しいかもしんないけど。警察なら可能かもしれない。俺もそう思う。上等だ。これを警察に提出しよう。待ってくださいまし。これではまるで犯人がいるみたいではないですか。私たちは真の無実を証明するために外を調べに行ったのではなかったんですの？この手形と足跡は何です？これではまるでこの方を突き飛ばした人が動揺して徘徊していたみたいですわ。うん、そういうことなんだろうね。それのどこが無実の証拠なんです？これはシンが有罪だという証拠に見えますわ。これは誰か犯人がいたらしいっていう証拠です。それが俺かどうかはまだ決まってない。詭弁ですわ。あなたじゃなければどなたなの？さあね、例えばあなたとか。とにかくこれでほぼ確実に言えるでしょう。どうやらこの件には犯人がいる。犯人は何らかの理由で衝動的にこいつを混沌させ動揺してその場を逃げ出した。動揺していたため手形や足跡が残っていることも気にせずに帰ってきてしまった。名乗り出なかった理由は不明。名乗り出る前に俺が捕まってたから様子を見たのかもしれません。もちろん、そうやって推理している君自身が犯人だという可能性も大いにある。私はもう一つ興味深い話を聞いたよ。彼女は転落後、意識があった可能性があるのではないかな。え？そうなんですか？さて、どうなのかな？本人に聞いてみようか。君、
君には救助前の記憶があるんじゃないかな。誰かって誰？あの、覚えてないらしいんです。この子は誰かに声をかけられて自力で起き上がったってことしか認識してないらしくて。そいつが誰かは分かりませんが、多分こいつはその時犯人の神経を逆なでするようなことをしたんでしょう。しかし彼女は崖から落ちて怪我をしていた。助けを求めることはあっても相手の気分を害するようなことは普通言わないだろう。そこは想像するしかありませんね。人間何に切れるか分かりません。曖昧だな。君がそもそも害意を持って崖から突き落とし、さらに息があることに気づいてとどめを刺した。そう考えた方が手っ取り早いようだな。手っ取り早いのは確かですが、暴論です。今朝話した通り、転落が故意だった可能性はかなり低いんで。被害者であるこいつも最初から一貫して否定してる。うん、とりあえず崖から落ちたのは確実に事故だよね。落ちた後のことは何とも言えないけど。あの、でも今の話聞くとやっぱりシンが怪しいって気がしてきちゃうんですけど。ま、俺も怪しいのは認めるよ。俺もじゃなくて、だって他の人には先輩をどうにかするような時間ないじゃないですか。シンはみんなを呼びに来るまでいくらでも時間があったけど、他のみんなは一緒に飛び出したんですよ。いや、一緒ではないな。少なくとも沢と東馬は単独行動だった。ひっと、沢先輩を疑うんですか？え？俺は疑われてもいいの？私は別に特定の誰かを疑っているわけではない。可能性を指摘しているだけだ。シン君に犯行の機会があったのと同様、真っ先に飛び出した沢と東馬君にも機会はあった。私が他のみんなを引き止めて指揮を取っている間に十分な時間があったはずだからな。公平を期すために付け加えれば、私と一休が共犯だった場合も犯行は可能だ。何しろ全員に捜索地点を指示したのは私たちだ。悠々と犯行を行っていても気づかれる恐れはない。さて、実際に犯行を行ったのは誰なのだろうな。非常に公平なご意見をありがとうございます。じゃ、あとは警察に任せましょう。ここで無理に犯人探しをして犯人を刺激するのは得策じゃありません。確かにな。とりあえず今日はもう日が暮れそうですし、明日帰るってことで。証拠の写真データは後でコピーして、俺とケントさんと右京さんの3人で持ちましょう。それなら犯人が誰でも確実に警察に渡るでしょうから。知りたいことはもう調べられたのかな。おかげさまで。こんなのって嫌です。こんなことのために来たわけじゃないのに。悪いな、ミネ。俺はこんなことのために来たんだ。サワちゃん、まだ寝ないのかな。夕方の話し合いからなんだかずっと怖い顔してるね。パジャマに着替える様子もないし。あ、ごめん、もう寝る？いいよ、電気消して。私はもうちょっとこのまま考えたいことがあるから。どうしたんだろう。容疑者の一人みたいに言われて気に病んでるのかな。
聞いてあげたいけど、あんまり話したくなさそうな雰囲気だね。まあ、見ててもしょうがない。とりあえず先に寝ようか。誰もいないよ。どうしよう。外に出てもいいのかな。犯人が斧持って立ってたりとかしないよね。っていうか鍵開いてるし。当たり前か。サワちゃんが開けて出て行ったんだよね。落ち着こう。とりあえずサワちゃんの様子を確かめないと。サワ、サワ、大丈夫か。あ、シンとトーマがもう来てる。落ち着いて、深呼吸して。もう大丈夫だ、みんないるからな。なんだって。トイレ行こうとして階段とこ出たら誰か人がいて突き落とされたよ。怖かったな。もう大丈夫。大丈夫じゃないよ。犯人がいるよ。やっぱりいるんだよ。なんで犯人がサワを狙うんだ。え？俺たちが話してた犯人はこいつを狙ったやつだぜ。なんでサワを狙うの。つうかな、それ本当に突き落とされたんだったら落ち着いて思い出してみろよ。あんな話をした後だろ。ちょっと押されても突き落とされたような気分になれ。そういうことじゃないか。よく思い出してみろ。だったかもな。だからちょっと落ち着けよ。うん。はあ、よかった。落ち着いたみたいだね。でも本当はどうだったんだろう。犯人がやったのかな。見事なものだが、自分が突き落としたのだとしたら大した演技だな。全員部屋にいたんですか。もちろんおとなしく寝てたよ。問題の容疑者3人は起きてたみたいだけどね。容疑者って、私も？まあ、犯人が襲われたふりをするというのはミステリーの定石だからな。何とも言えないだろう。私はやってない。私の肩、誰かが本当に押したんだよ。積極的に疑っているわけではない。可能性を指摘しているだけだ。可能性だってないよ。なんでそんなことしなきゃいけないの。さて、証拠隠滅のため外出しようとした時、誰かが出てくる気配を感じとっさに演技したというの。そんな。まあ、それも一つの可能性ですね。何にしろ今夜は部屋の外に出るのを控えてもらった方が良さそうです。犯人に襲われるにしろ、犯人扱いされるにしろ、ろくなことにならない。もちろんこれは証拠隠滅をしに出かけたいだろう犯人さんに言ってるんですが、おい、万が一沢の転落が事故でも自演でもない場合、
お前が危険かもしれない。もともと犯人はお前を殺しかけたから犯人なんだ。積極的に危害を加えることはないだろうと思ってたけど、甘かったかもしれない。もし犯人が邪魔な人間を排除する覚悟を決めたとしたら、お前が狙われる可能性もある。もしお前が崖下で何をされたかはっきり思い出したら、犯人にとってはことだろうしな。どうしよう。どうすればいいの？とにかく今夜は俺の部屋に泊まれ。一晩様子を見よう。トーマ、お前どっかで一人で寝て。オーナー、部屋を都合してください。ええ、まあそれは構いませんが。サワ、お前はミネのとこ避難して。確かにそれは安心だけど、いいの？なんだよ、その疑いの目は。緊急避難だ、手は出さないっての。手を出されることだけを警戒してるとは限らないよね。それは俺が犯人としてこいつに疑われてるかもしれないってことですか？だってそうじゃない。君は3人の容疑者のうちの1人だよ。避けておいた方が安全だよね。他の奴は信用できない。やっと本音が出たね。今は他の誰ともいてほしくない。トーマとも、サワともだ。でもね、シン、俺としてはお前も信用できないよ。犯人かもしれないとは言わないけど、男としてこの状況を利用しないとは限らないんじゃないの？さすがにそこまで飢えてねえよ。どうだかな。ではどうだろう。一番危険な立場である彼女にどこで寝るか選んでもらっては。彼女は唯一犯人の可能性がゼロだと言える人間だ。彼女と寝るのを拒みたい者はいないだろう。公平だと思うが。わかった、選べよ。誰と寝たい？どうする？誰のそばが一番安全だと思う？なんでお得なわけ？私か。構わないが、もっと他に安全そうな相手がいるのではないか？でも犯人っぽくないし、低層の危機も感じなくて良さそうだしね。大丈夫、僕も同室だよ。ちゃんと見張っておくから。あなたが一番心配なんですけど。おはよう。無事に朝を迎えられたみたいだね。よかった。もうシンがあんまり緊張してるからこっちもビビっちゃったじゃない。ねえ、下に降りてみよう。きっとみんなも起きてきてるよ。冗談じゃありませんわ。私はもう帰ります。うわ、早速やってる。ゆうべはほとんど眠れませんでしたのよ。見てくださいまし、この肌の張りのなさ。ですから別に帰らないでくださいとは言ってません。せっかくだから食事をしてから帰りましょうって言ってるだけでしょ。私は一刻も早くこんなところから出たいんです。今出ても1時間後に出ても大した違いはありませんよ。
ああ、おはよう。朝から大変そうだね。いや、皆さん、おはようございます。すみませんが、シチューの鍋をテラスに出しますので、どなたか手伝ってくださいませんか。テラス？わざわざテラスで食べるんですの？まあ、なんてのんきなんでしょう。オーナー、俺手伝います。ああ、シン君、じゃあよろしく頼むよ。私は手伝いませんわよ。結構ですよ。どうぞここで一人で待っててください。静かになって助かります。ああ、シンもそうやってすぐに喧嘩売るんだから、リカに嫌われるのも無理ないよ。あ、おはよう。よかった、あんたは無事だったんだね。あ、サワちゃん、おはよう。シンもトーマも無事だね、よかった。ああ、足引きずってるね。昨日階段から落ちた時にくじいたのかな。もう昨夜は散々だったよ。足は痛いし嫌な夢見るしで全然眠れなくてさ。そっか、一緒に寝てあげればよかったね。あった。ん？ちょっと何をなさっているの？私の靴が。なあ、すみません、つまずいてシチューをこぼしてしまいました。もうつまずくようなもの何もないじゃありませんの。すみませんでした。みんなの靴は洗っておきますので。言っておきますけど、私の靴を乱暴にこすったりしたら、あなたをミンチにして差し上げますから。わかりました。な、手伝って。え、面白いことをしているな。ケントさん、おはようございます。おはよう。なんなら私たちも手伝おうか。結構です、手は足りてます。おい、全く人使いが荒いな。君もたまには文句言ったっていいと思うよ。うわ、これは大変だ。大体落ちたかな。落ちてないよ、まだ匂いがしっかり残ってるし、細かい部分とかに入り込んで。ってカメラなんか取り出してシンは何してるんだろう。片っ端から写真撮って。は？表側と裏側両方な。え、君何してるのか分かったの？理由とか聞かなくて大丈夫？靴跡が見つかった以上、犯人は家に帰ったら靴を処分する可能性が高い。今のうちに取っておかないと二度とチャンスはなくなる。あ、じゃあもしかしてそのためにわざとシチューをこぼしたのか。っていうか、テラスで食べるなんて言い出したのももしかしてシン？さっさとしろよ、気づかれる。うわ、シン、きちんと綺麗にしてくれたんでしょうね。ええ、確認してください。みんなが靴を履いてるとこも写真に撮っておかなきゃな。そうだな。やっておこうか。自分でできるよ、そのくらい。やっと帰れる、やっと。長かった、長い3日間だった。はぁ、やっと帰れるんですね。なんか何週間もいた気分。あ、同じこと言ってる人がいる。
明日バイトか。でもちょっとこの足じゃ出られないかな。ミネ、代わってもらっていい？あ、いいですよ。なんか非現実から現実へって感じですね。でも今回に限っては現実に戻るの大歓迎です。同感。なんかいいように真の使いっ走りさせられてた気がするけど、目的はちゃんと果たせたのかな。結局犯人が誰なのかも聞かせてもらえないままだね。君はもう誰だか分かってる？